こんばんは。あ、こんばんは。マニマニさん、ラッチにありがとうございます。ハートのびっくりマークさん、朝ごはんありがとうございます。ありがとう。皆さんこんばんは。今日はもぐもぐ配信。明日見る、ありがとう。待ってます。ヘアピンを気づきました。エアコンつけるまではね、暑くないんだよ。みんなこんばんは。お、そうなの、めでたい。ティッシュ持ってくるの忘れたよ。いただきます。サラダ食べます。お肉は入ってるやつ。夜ご飯今日はサラダです。明日見るよ。知らんのに。ありがとう。ドレッシングはお母さんが買ってきてくれたごま。今日はねサラダだけだよ。私は青虫だから、青虫でいいや。サラダだけです。今日昼にチョコレートのパン食べちゃったから。ドレッシングかけてるよ、ごまのやつ。おいしい。納豆今日は食べない。あにょんしよう。ベジタリアンになってないお肉もちゃんと食べます。ほら見えてないね。私あともうちょっとで48キロ台に なるの。すごくない？めちゃくちゃ痩せました。本当に嬉しいの。うん、これだけです今日は。うん、いや48歳よね。48キロ。もともとね53とかひどい時はありました。もう、ね、体重崩壊してるの大丈夫です。あ、やっほー、お疲れ様。これね、なんか一応レッスン着、毎日は自服だから着替えたんだ。すごかった。ちょっと待って、私今日早く寝ないといけないから時間短縮です。分かる。ヤッホー。このスーツを小学生の時から使ってるの。目標はね43です。下パジャマじゃないよ。下レッスン着のズボンだよ。朝早いの明日だから早く寝ないといけないから時間短縮。ブルグルさんハートありがとうございます。5キロ。服のサイズはね、変わってないよ。なんか自分は M なんだけど S も着れる。だって自分はやっぱりなんか痩せとった方がねダンスが綺麗に なるから。そう、明日です。そ
そうだね、43。でも自分はゆっくり痩せたいけん、そんなに厳しい食事制限とかはしてないから安心してほしいな。明日楽しみ、ありがとう。そうなの。パワフル。うん、確かにそれはそうかも。これは、多分わかんない。お母さんコンビニのサラダではない。スーパーかな。お、届いた。じゃあ明日それをぜひ来てください。でもね、自分はなんかアイスとかお菓子も余裕で食べてるから、ちょっとずつ痩せればいいかなと思ってね、無理なダイエットはしてないんだよ。身長がね、大きいのよ。新幹線並み。間食大事よね、わかる。なんかちょカロリーもね、高いですよね。逆にそうがアイスとか我慢したら逆に太りそうで怖いよね。夏はすっごい痩せます。アイスはまだ食べてない。明日食べます。食べづらい。公園なんですよ、実は。明日終わってから今から美容院行かないよ。でもそっか、あんまり短くできないもんね。そう、四国だよ。ユニット四国です。うちらに来る。これはね、まだでも明日リハーサルの前にレッスンがあるので、ここでバキバキに楽しみ。ありがとう。緊張してるの。かつちゃんこんばんは。期待。え、もちろん。このマグボトルは私が小学校低学年からぐらいから使ってるの。何、ラブリーマンエンジェルって。ピンクさんこんばんは。
今回はねレッスン全然なくて本当に、あっ、うん、じゃあ元気だよ竜兵さん、ハートありがとうございます。とちゃんもハートありがとうございます。食べづらい。車ね、うるさいよね、ごめんね。うるさいよ。みとちゃん、ハート100個ありがとうございます。器の持ち方、こうこうですか。まあいいや。このボトル以上に大切にします。ドレッシングかけてるよ。でもなんか本当はドレッシングかけない方がいいらしい。多いよね。多いかな、少なくしよう。おお、ナイスアイディア。自主練ばっかりなんですけど、皆さんバラありがとうございます。スーさんこんばんは。マヨネーズも好きだよ。ドレッシングかけてるよ。でね、なんか自主練しろって言われて、でレッスン場行くじゃないですか。でレッスン場行ってもなんか一期生さんが使ってるから結局使えなくて、家で個人個人が結構練習してたって感じだから、あんまりね本当にできてないから正直自信はないんですけど、頑張ります。ご飯です。ご飯にマヨネーズはねかけて食べんよ。うん、私ね裏に羽根がねつけてるんですごい詰まるんですよ。じゃあ、あとさん、こんばんは。好きなものですか。なんだろう。言わないよ、あれはね間違えたんだよ。そう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 なのよ。いやいや、ダメだよ、グリーンさんこんばんは。楽しみにしとって、頑張るね。でも私緊張したらミスるタイプだから可愛いんですよ。サラダ食べてます。ユフォリン大変だよね。めっちゃしそうね。私今日ね、カルディ何、私今日みんなで自主練する約束しててでね、バカなんですけど、私今日ね自主練みんなで約束してたんですよ。で今日1時からだと思って、で1時からレッスン場行ったらなんかみんなから 5時からだよって言われて、あ、夕方の、でも時間間違えちゃったんですよ。楽しんでいてありがとう。ねえバカで、それで今日全然違うので、それで門脇さんとおブログ読んだ、靴の色がなくなっちゃった。あ、遅れるよね。でも遅れたと思っとて、でそしたら早かった。やっちまったな。でそれで今日門脇さんと藪下さんにが
いて、あ、ヤッホー、それで、え、一人って言われて、いや私1時と5時を1時と間違えたんですよって言ったら、え、そう、今日門脇さんいたんですよ。で話して、え、な、え、一人で練習してるのって、あ、そう、福田あかりさんもいたんです大好きな。それでね、今日、え、一人偉いねって言われて、いや私が今日、え、1時と5時間違えたんですよって言ったら、え、1時と5時を間違えるどういうことってめっちゃ笑われましたそう、いやーバカすぎるねでその間をね、練習したりとか、ね、寝たりとかコンビニ行ったりしてました。だからね、だから門脇さんはとかね、みんな課外活動の練習、やばって、やばいの練習してたからね、あまりに教えてもらえなかったんです。教えてもらえなかったっていうか、なんだろう、なんて言ったらいいん、なんか教えてくださいって言いづらかったからねわあ、でも今日一期生、あの四国観光大使さんも、勝手に四国観光こぼれてはない大使さんもいらっしゃって見れましたので、練習風景を見学させていただきましたみゆみゆさんのファン、確かに、よかった。みんな大変だよね。お、いましたよ、沖前さんよかった、うん、楽しみしたが左右違う、足はないね。いや私ね、嘘つけないからマイキュー先輩いました。ピンク髪屋さんこんばんは。お肉食べよう、ちょっと終わろう、終わります。そうね、そうそう、みえみえさんすごいよ、ダンス本当にすごい。ダンスの先生と指摘するぐらい本当にすごくて、今日見たんですよ、見学させてもらって早く行ったから。うん、お仕事お疲れ様、本当にすごい。みんなのダンスキレッキレ踊れるんだろうね。私がどんだけ頑張って無理なの、うん、すごすぎ、尊敬します。マイケルさん、相変わらずスタイル、あそう、練習めっちゃ見れたけん、でもよかったよかったユーミューさんに言っとくね、ありがとう大変だよね、2つ公演覚えるって大変かもしれない。いつだろう、これすごい使ってるんですが、これレッスン上に持ってってだからフフ違うよ、これこういうこうやって飲むやつなんだよ。ペースで本当にありがとう。教室からチック早く行き過ぎだね。でもさすがに4時間はきつかったかな。そう、こう入れてるの、レッスン場の楽屋があるんですけど、そこにちょっと仮眠したりとか、夜までね冷たいんだよこれそう、直だよガッツ少女の、確かに、まあ部活ではないからけど、
1000ぐらい入るかも。ごめんね、1000ぐらい入るかもしれない。多分教室から私なんかやばいんよね、今膝汚いのやばい、なんかあざがすっごいできてるねえ。やなに、もう私体おばあちゃんなんかでもね、ダンスの練習をすごい、多分ダンスの練習するときに多分どっかでぶつけた2リットルすごっ。なんかダンスで膝つくやつが多いじゃないですか、それで多分なっちゃった。これはあざ、スケベ虫はね今これだよ、ちょっと薄くなった腰はやっぱりね、なんかダンスの練習をしてるとねやっぱ痛くなるんですよ。でも痛く なるんじゃけど、なんかなんだっけ、なんていう名前、リリカなんかリリカっていう腰痛の薬があるんですけど、それを飲んで湿布貼って寝たらでも、ね、よくはなるけど、いつかマジで壊れ、ぶっ壊れそう腰が今こんな感じで、あっ、リリカっていう薬を飲んでるの私。そうリリカ名前かわいいよね。あプリティこんばんは、やっ、あなんだっけ、ニーホー、サラゴさんくもありがとうございます登場、あーい、明日頑張れるロキソニンって本当に薬局で当たるかな。そうもうね腰癖になっちゃった。でもダンスはできるまだ、あのねひどいよねこの人この人捨ててないよ。でかといったらダンスの練習世話機でいかんしやるけど、イエスイエスイエス、夏の扉を開けて、なんちゃらかんちゃら、うんちゃらちゃんちゃんちゃん、ウォーアイニーウォーアイニーこれあんまり好きじゃない。 I girls but Rinko is actor、 あ、そうだった、フレッシュフレッシュフレッシュ、そうやね、イエスイエスイエスじゃないよ。でも夜ベッドに置いていつも一緒に寝てるからこれフフ松田聖子さんなのね。 I love you too and Estefan、 あー Thank you Thank you Thank you very much そう、ショールームのクマさん、よし洋服買い、本当に じゃあもう寝ます、おやすみなさい。私昔の歌が好きなんだよね多分ね。さっきレッスン自主練から帰ってきて上だけ着替えました。そう、勝手に遅刻は明日だよ。いや寝ますね、もう寝ないとできないもん本当に。これは言える、もういくら徹夜で練習して睡眠不足だったらもう次の日全然頭何も入ってないから、寝るのが大事なんですよね。だからもう今日はね寝ます、いっぱいもう今日練習したから大丈夫、明日も早いけんもう寝る寝まーす。じゃあまた明日配信どうしよう、寝ないとね頭入んないよね。あ、男女は見えますね、もちろん明日配信どうしようかな、明日何時集合だろう。でも早いのはすごい想像つくんだけど、鬼や寝れま、ね、なんで鬼やどうしよう、明日ギリだかも。明日はね多分ね自分10時までしかできんけきついかもしれん。うーん車1時か5時、いや1時は絶対無理だよ、わかんない、まあ明日は、まあ、
まあ、できたら予約入れる、まあ、ギリだから分かんないよ、もう分かんないよ私バイバイ。朝配信かもしれない、え、もしかしたら分かんないかも、車かもしれない、それは分からん、じゃあギリだかもしれんけどじゃあまた明日。あー、ドキドキするあー、あ、見てよ見てよ、見てくれにゃ、すねる。待って、男女読まないと、まだしてない12位、キッチンさん、ありがとうございます。11位、ヤンさん、ありがとうございます。10位、ゴンさん、ありがとうございます。9位、桜餅さん、ありがとうございます。8位、ムートンさん、ありがとうございます。7位、シンさん、ありがとうございます6位、ブルーグラさん、6位、ありがとうございます。5位、マルアさん、こうか、こうだな、ありがとうありがとうございます。4位、4位、なんかPポーズみたいな、ダリンさん、ありがとうございます。3位、リュウヘイさん、ありがとうございます。2位、ツノさん、ありがとうございます。1位はサルゴさん、ありがとうございます。おめでとう、頑張れ、頑張る。コップンか、いやー、マジで緊張してきた、どうしよう、今台本まだね覚えてないんだよね、覚えなきゃやばい。今日台本配られたもん、覚えてない、楽しみにしてください。緊張してる、マジでやばい、ちょっと待って、本当に間違えないようにしないといけない。歯磨くよ、台本、え、台本あるんだよ、いつも長いんだよね、うまいでしょよし、とりあえず、うん、アドリブはまずいな、アドリブはまずいですね今日ね台本配られてけんね、マジで覚えてないよね、覚えなきゃえ、台本いつもあるよ、公演ちゃんとある、いつもねあるんだよ、知らなかったの、あるんだよ明日うーん、緊張してきた、マジで緊張する、うるさい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 、もう誰、もうバイクうるさい、でもね前日に配られるんですよ、よしさん、やっほー、そう、急、いつも急なのなんで、台本って言ってもアドリブ、あのフリートークとかはね台本ないよ、もちろん。じゃ終わります、今日もありがとう、よっしゃー、緊張してきた、やばい、うん、でも本当は、はい、みんなの前でやりたかったのが本音じゃけど、え、これって公演って、え、この科学児童公演って普通の僕の太陽公演みたいにずっとやるんですか、なんか一回きりじゃないよね、ユニット、ユニットやばいんよ、ユニットも本当にやばいかもしらん、あ、本当に、え、じゃあみんなの前でいつかできるね。で、なんかで今日私あれ、あ、どうしよう、なんでもない、シアケンさん、こんばんはずっとある、本当に、わー、あー、待って、どうしよう、やばいん、やばいにょシージさん、ハートありがとうございます。じゃあ終わるね、バイバーイ。私が緊張してきた、だからバラさそうとしないで頑張ろう。しかも私のセンターの曲難しい曲だからなんで、もう頑張る、見るの忘れないで。で、見るの忘れてもアーカイブがあるから大丈夫だよ。え、絶対嘘じゃん、ややちゃん。よし、頑張る。頑張る、頑張る、よし。絶対、あそこと。そう。あそ、頑張る。
あそことあそことみんなでもセンターの曲あると思う、みんな。あそことあそことえ、あそことあそことあそこの立ち位置を間違えないようにして、あそことあそこの振りを合わせる。よしよし、じゃあバイバーイ。みんなあるでしょ、バイバーイ。いや、ユニットはみんな、ユニットじゃない、え、課外活動会みんなあると思う。じゃあねー。